見てマザーさんの足にしがみついてる見てやめろお前な何してたお前メンヘラだからね。じゃあちょっとチルか。良くないですよメンヘラ。メンヘラ良くないと思いますよ僕は。なんで良くないの、うん、まあ仕方ないけどね。仕方ない、そういう生き物。でもさ、うん、メンヘラのままさ、うん、例えば、うん、まあ極端な話だけど、うん、おばあちゃんになることってあんのかな、うん、なるほどね。あるんじゃない。見たことなくない、メンヘラのおばあちゃんって。80歳のメンヘラってこと。うん、うちのおばあちゃんメンヘラなんだよねってあんま聞かなくない。え、でもさ、ヒステリックなさおばあちゃんとかはいるじゃん。あー、でも稀にじゃん、すごい。まあだからあれなんじゃない、ヒステリックおばあの数に比べてさ、うん、メンヘラ若者のメンヘラが多いってこと。うん、だからそれは大人に、大人になるかなれなかったかじゃない？なんかきっと治るものなのかな。どうなんだろう。祭り自分が治ると思ってないけどね。じゃあ祭り、祭りあのヒス、ヒスバーになる。そう。終わってる。ああ。でも祭りあんまりなんかもういやーって叫ぶタイプじゃなくて淡々としてるタイプ。祭りはメンヘラじゃないだろう。だって本当にそう思ってくれる。 なんで俺のコメント欄見てる。あんた配信ついてんの。配信ついてるよ。あ、なんで俺のコメント欄が見えてる。え、だってさっきさ、あの宝石の時に配信見てって言われたから見てるよ。ああ、そのまま続いてるんだ。うん、だってもう見るのやめてって言われてないからね。うわあ。うわあ。怖いよ。この女性怖いです。この女性怖すぎます。30分何喋る。じゃあ議題ください、議題を。議題？いや怖すぎるだろ。でもこの前愛か金かみたいな話したじゃん。愛か金か。え、もう忘れたの。あ、愛か金かみたいな話は したね。したでしょ、配信でさ。うん、言ってたよもうそれは。結局ついたでしょ、うん、どっちも大事。どっちも大事だけど、うん、俺の中では愛があるから金を稼ぐ、うん、でも金があるから愛せるみたいな。愛があるから金を稼ぐでしょ。金があるから愛せるんでしょ。じゃあアルピアル、うん、お金かマネーかラブ、うん、どっちが大事。リアル、リアル、リアル。いや俺あまりよ、お金あまり好きじゃない。へえ、なんで。あ、なんかいっぱいお金いらない。ほら、いい男だ。そっか。マザーどう。いや、俺もラブ、ラブ寄りだね。祭りさ、こんなこと言ったら叩かれるかもしれないんだけど言っていい？叩かれるようなこと今から言っちゃうの。うん、祭りさ、うん、生まれてこの方お金に困ったことがなくてさ。うん、だからそれは、まあ、お金がない状態での愛され方がわからないんだよね。アルピアル意味わかるか。全然わからん。いやそうだよね。お金がない状態での愛され方とはまず何よ。だから祭りは小学生の頃から駄菓子屋さんとか行っても、うん、あの奢ってあげたりしたことがあったのよ。刑務所、お小遣いで誰か迎えに来て。いや親がさ、来た、アビー行った。はい、大丈夫。話の続きをお願いします。いや親が警察と看護師なわけよ祭り。だからさ、ちょっと待ってね。え、親が、親が警察と看護師なわけよ。はい、だそんなに困ったことないのよ。だから小学生の時もお小遣いをちゃんと、ね、もらってたし。いくらもらってた。え、まあ学年によるけど1万とか、あとは
足りなかったら欲しい時言ってねみたいな、うん、看護師と警察官、うん、言うてそのめっちゃじゃないけど社長の娘とか、あーもうそうそうそう、そういうレベルじゃないけど、うん、なんかお金に何で我慢しないといけないみたいなのがなかったよっていう感じ。あーでもそれは別に学生時代は俺もそうだよね。あーお揃いだね、うん、で で今はありがたいことにさ皆さんのおかげで食べていけてるじゃないですか、まあ、そうですね。そうだからさなんかみんなは祭りの何が好きで配信を見てるんだろうってたまに思う。なるほど、それはもうコメント欄に聞きましょうよ。ワンちゃん祭りと付き合って祭りのその、うん、お金が目当てなんじゃないかって疑心暗鬼になる時がなんで笑うの RP 怒ってやってもこいつをあお金目当てで配信見てるってことワンちゃん付き合えないかなみたいな。なんで笑うんだよみんな。いやいやいや、まあまあ思うのは自由ですから。うん、うん、それはだからもうリスナーに聞くしかない。ちゃんと。そっか、リスナーさん勘違いするな。勘違いするな。いや笑うとかじゃなくて、うん、何を言ってんだこの人は。あ、そう解決。リスナーは体目的です。だって体目的、祭りの体が目的ってこと。怖っ。まあそういう人もいるだろう。うん。まあそういう人もいるだろう。うん、確かに。そう